理想的な男性像を聞いてるんですけど、どう私もだけ見てとか。Hey guys, this time I interviewed Japanese high school girls about their ideal men in Shibuya. I asked them about ideal types and tattoos, okay? It was so interesting to see how values have changed a little bit from the past to the present.If you like this video, please subscribe to my channel and like this button, leave a comment. 下の名前だけでいいので、お名前と年齢を教えてもらえますか？カズです。17歳です。17歳、カズさん。はい。リサです。17歳です。高校2年生ですか？はい。2年生です。ありがとうございます。これ海外の人向けのチャンネルなんですけど、今、率直に理想的な男性像を聞いてるんですけど、どういう人がタイプですか？余裕がある人。余裕がある人、深いですね。具体的に。具体的に自分より大人な人がいいです。自分より大人な、考え方が大人な人がいいです。考え方が大人な人、いいですね。どうですか？何かに、部活とかに一生懸命に頑張ってる人。なるほど、一生懸命何かにやってる人。じゃあちなみに高校生だったら何部の人が好きですか？大体イメージでいいんですけど。野球部です。野球部、野球かな。野球かな。サッカー部です。サッカー部、ありがとうございます。なんで野球とサッカーのスポーツ系なんですか？スポーツやってる人に悪い人いないかなっていう。なるほど、スポーツやってる人に悪い人いない。自分もスポーツが好きだから、なんか一緒にできるかなみたいな。2人ともスポーツやってるんですか？今何のスポーツやってますか？ソフトテニスやってます。ソフトテニス。私も同じです。どうですか？楽しいですか？楽しいです。楽しいです。ソフトテニスやってるからこそ、こうスポーツの魅力分かってるから、スポーツに取り組んでる男性が好きだと。ありがとうございます。じゃあ最後に、そのもし理想の男性像にあったら自分から告白したいと思いますか？それとも告白されたいですか？できないからしてほしいです。告白してほしい。私もしてほしいです。ということで告白してください。じゃあお名前と年齢、下の名前で大丈夫なんでお願いします。ミクです。17歳です。ユキノです。17歳です。ありがとうございます。今日ちょっと理想の男性像について聞きたくて、どういう男性がタイプですか？優しい人。優しい人。どういうところが優しいといいですか？道路とかで、こんなの道路側を歩いてくれたりとかしたらいいなみたいな。ありがとうございます。どうですか？一途な人。一途な人。他の女の子ばっか見ないでみたいな。私もだけ見てとか。やっぱそうですよね。なるほど。ちなみに具体的に、例えば肉食級、肉食系、草食系、どっちがタイプですか？クールな男性。クールな男性。クールな男性。周りの同じ同年代の友達もそういうクールな男性が好きですか？そうっていうか草食系だよね。草食系が好き。多分昔の日本って結構ガツガツした男性の方がモテてたんです。海外とか。なんでそういうクールなちょっと草食系のが好きなんですか？落ち着いてって。余裕がある。余裕がある。余裕みたいなね。さっきの女子高生の人も大人っぽい感じが好きって言ったんですけど、なんでそういう子供っぽいよりも大人っぽいところに惹かれるんですか？自分が子供っぽいから、だからそう大人っぽい人にね惹かれる。なんかリードしてくれる感じがさ。いいですね。ありがとうございます。あとは例えばですけど、もし、好きな男性の人がタトゥー入れてたらどうですか？全然あり。全然ありだよね。ありあり。タトゥーは全然あり。周りのお友達もタトゥーとかの話とかしたりします？あ、ちょいちょい。ちょいちょいね。ちょいする。同年代でタトゥー入れてる友達とかいますか？いないです。さすがにいないけど、別に入れててもそんな気にはならない。はい、ならない。ならないですね。なるほどなるほど。じゃあ男性にこういうことされたらキュンとする仕草、例えばなんか頭ポンポンされたりよくあるじゃないですか。なんか教えてほしいんですけど、ありますか？言われるとなくない？すべての行動においてさ、キュンキュンしちゃう。キュンキュンしちゃうから、もう好きになったらすべての行動が、ね、ちなみに今好きな人はいるんですか？
今はいないです。いないです。募集中みたいです募集中です。